20年生きた猫は人に化けて言葉を操る妖怪猫又になる。畑中めぐみが送る新たなお江戸ファンタジー、猫耳ついに文庫化。茶トラのオス猫みかんは弱い20歳。一人前の猫又になるため江戸城内にある学び屋猫宿へ。仲間のポンタや白花たちと共に様々な修行に励む。そんな日々の中、噂される新たな猫又危機、そして英雄猫君の再来、仲間と一緒に試練に挑むみかんの大冒険が今始まる。畑中めぐみ猫君、集英社文庫より好評発売中。